ドラフト編、ピッチャーでまずいきたいと思いますが、ピッチャーは誰で一番注目してらっしゃいますか？高校生でいくと、やっぱり大阪桐蔭の前田投手ですね。あ、前田投手、はい、あのパッと見た感じで、面構えがいいですよね、表情。この表情よりよくマウンド立ってる顔の方が好きです、ね、もっといいですか、はい、面構えもドラフトは関係ありますか？いや、僕関係あるありますよね、絶対ありますか、はい、言われましたよ。やっぱり自信ありそうだなっていうのと、やっぱり自信なさそうだなって、やっぱそういうところも見てますよね。まあ、表情大事ですか？ピッチャー特にありますよね。あと、うん、スターになる顔ってあるじゃないですか。ありますよ。あの立ち姿かっこいいですよね、うん、すごく。もうスター性ありますもんね。ありますか、はい、活躍する可能性あると。あると思う。絶対いいと思います。このスピードよりも呼吸術とか、スライダー、カーブ、チェンジアップ、ツーシームも投げるんですね、うん、ちょっと今年の夏チェンジアップ投げすぎて、ストレート浮き浮いてましたもんね。一発の方がストレート良かったですよね。ちょっとあの選抜後に痛めてたのか、だいぶ投げない時期あったんで、ちょっと大阪大会あんまり良くなかったんですけど、うん、その後のただ U18 は見事でしたからね。すごかったですね。あれだけ国際大会でこうパワーあるバッターをされてる。あれピッチャー各球団必要なんじゃないですか。うん、ただ今年大学生が結構大豊作なんですよ。あ、なるほど、はい。高校生もう一人ピッチャー挙げるとしたら、同じ左だとすれば共栄高校のトーマツ。あ、トーマツ選手、はい、150超えるんですよね。そうですね。トーマツ投手はもう分かりやすく、もう体もがっちりしてますし、背はそんなでもないんですけど、もうちょっと体つきはプロっぽいです、本当に。てか、なんでもうこの高校生が150とか投げるんですかね。谷君の世代はいます、150球台は。いやー、140出たら化け物でしたよね。あれでも辻内投手が150台マシンガン、マシンガンなんだけど、でも今はもう本当毎年何人か絶対投げますからね。ちょっとやっぱお父さんが重量挙げの選手らしくて、トーマツ投手は。そうですか。だからやっぱ家にもすごいトレーニング機器があるらしくて、確かに結構どっしり感ありますね。 がっちりしてます。もうちょっともう体が高校生じゃない。178cm も体重は90kg、うん、90kg太ってるんじゃないんですよ、完全にもう筋肉で。でもこれ高校生の時点でこの体好きだったら、僕父親にずっと聞いてたのは形を見てるって言ってて、スイングの形とか、スイングの形とか、あのこうガチャッて出来上がったら、そこから伸びることがなかなか難しい。大学社会人はそれでいいらしいんですけど、高校生の時この選手がこうなったらこう成長像をイメージして撮るらしいんですよ。僕なんかキョロキョロだったんで、こんなもやしみたいなのがどうやったらみたいな。トーマツ投手はやっぱそういうのも言われてたんですけど、ええ、本人もちょっと課題だったと思ってたみたいで、体大きいんですけど柔軟性がって言われて、オフにあの鳥取のワールドウィングに行って、小山先生のところにかなり柔軟性も鍛えて、この春はコントロールもやっぱり良くなってたんで、高校生でワールドウィング行きましたすごい。今は本当にピッチャーは特にそうやってこう自分でどんどん行くんで、高校生でも情報量がやっぱあるからね。違いますからね、指導元、はい、この YouTube もそうじゃないですか皆さん見てください、ね、皆さんチェックしようよ大学生ちょっとぜひお伺いしたいんで、左は東洋大学細野投手。お、細野投手。右は青山学投手ですよね。はい、ピッチャーです。160ぐらい出るんですよ。158出ました、この150。でもなんで東洋って最近化け物多いんですか。すごいですね。あ、でもピッチャーすごいですね。海洋投手はじめみんな ね、はい、ね、常広投手ですね。青山学院、青山学院の春の全国優勝ピッチャーですね。あのむちゃくちゃ柔らかくないですか。そう、柔らかいです。あの岸投手みたいですね。衝撃を受けました、はい、あるまだ細いんですよ。逆にさっきのトーマス投手と比べても細いんですけど、すごい細いですね。ただもうすごい球投げますね。本当チェンジアップ、フォークですかね、どっちかというと。いや、抜くボールがめちゃくちゃいいです。でもこの今カラー開けたじゃないですか、はい、これカラー乗ったら嬉しいんですよ本当ですからね、ここはね。僕ね、開けたらその表紙の時は2面だったんですよ。1面じゃなかったですね。1面、その時にね、関東の頭脳って書いてあったんですよ。うわーってこうやって顔アップだったんですけど、ここめちゃニキビあったんですよめっちゃ恥ずかしいな気にする年頃だからね。あ、ニキビあるの、気にする年頃だからねとにかく2人はまあ単純に球も速いんですけど、ただまだ速くなりそうです。本当に2人とも160出てもおかしくないと思います。末広投手も155キロ出るんですよね。そうですね、東京ドームで U18 とやった時に最後出てきたんですけど、ちょっと余力ある155キロに見えました、ね、すごいなだから今やっぱ大谷選手見てるじゃないですか、選手たちが。だから目標があそこになるじゃないですか。やっぱ概念が高いですよね、うん。まあ、佐々木朗希投手がやっぱ高校生で160キロ投げたんで、うん、もう普通に160キロが毎年みたいな年になると思いますけどね。すごいな。佐々木朗希世代ですよ、これ。そうです、はい、つまり大学4年生。そうです。あ、そっか、そこですか。で、まあ細野投手はちょっと、まあ高校の時も一応 U18 の
一時候補みたいになってたんですけど、東京で東亜学園で、はい、そんなんでも早くなかったんです。で常廣投手はもう全く、まあ大分ではちょっと名前が知られてたんですけど、青山学院もスポーツ推薦じゃなくて指定校で入ってるんで、すごいな、まあ、大分舞鶴が指定校、はい、大学でガッと伸びた、すごい、こういうピッチャーが今年大学生すごく多いんですよね。これ最近中学ぐらいまで軟式で、うん、そこから高校で初めて公式握って、そこから急にガッてきて開幕投手、うん、多くないですか、山本由伸投手、でもやっぱ投手とか今体がやっぱ強くなってきてるじゃないですか、うん、なぜかというとやっぱ腱とか筋肉に対しての、そうそうですね、で僕もだから中学生どうしたらいいですかって言ったら、僕結構軟式今 M 級なんで、うん、結構 M 級も公式に近い感覚があるちょっと硬くなりましたよね、あるんでピッチャーはあの軟式をおすすめしてるんですよ、うん、の方が寿命が長いんで、うん、結局僕ら世代って多分みんな測ったらあの摩耗したりとか、うん、ちょっと断裂したりとか絶対あるんですよ、腱を鍛えられないって言いますもんね、切れちゃったらもうトミー・ジョンしかないんで、だからもう今中学生でもトミー・ジョンする子普通います、ね、います、います、全然、あと柔らかいからちょっとこの感覚が養いやすいんじゃないかっていう、なんかやっぱコントロール難しいっていうんですよね、軟式の方がやっぱ潰れちゃうんで、あ、なるほど、っていうのは聞きますね、うん、ピッチャーとキャッチャーはどの球団もやっぱ多めに取るじゃないですか、そうですね、ぐらいやっぱ貴重ですからね、うん、セリーグの球団はやっぱピッチャー欲しいところ多いと思うんで、でも今セリーグのピッチャーって今パリーグのレベルぐらい近づいてきてないですか、ウェーバー制の方がいいと思うんですよね、ドラフトも、あ、もう最初から、最初からね、9時に、その方が12球団均等になるじゃないですか、まあそれはそうですね、間違いないです、ね、それはなんか面白い、メジャーっぽくした方がいいとこは吸収して指名された側からして、あのくじ引きってみんなどう言ってるんですか、いや、なんとも思ってないですよ、でも、もうそういうもんだと思って選択希望選手、浦和学院高等学校保守、あの最初の自分の高校大学名前のバッてやる瞬間にドンってなるんですよ、へー、おーみたいな、そうで、一番最初から名前言わないですか、名前ですね、第一巡選択希望選手読売、ああそう、球団名が入って、で今成亮太保守浦和学院高校、そう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 いう感じですかね、その時同じ名字がいる時がちょっとややこしいんです、去年は田中っていう選手が何人かいたんで、はい、でちょっとおーってなったんですよ、この時期になるとサラリーマンあるあるみんな飲みながら、俺ドラフト指名されないからなってるおじさんたちいっぱいいまだに、いまだに俺ドラフト指名されねえからっていまだに言ってますから、うん、あの甲子園になんかそういうの読み上げてくれるやつがあるんですよ、ありますね、あります、あります、ここ今年からやったんですよ、気持ちよかったです、あの名前もちゃんと出ますよね、あります、あります、ピッチャーは最後ちょっと教えてもらっていいですか、国学院大学の竹内投手、左ピッチャー、国学院もいいピッチャー多いですね、いい選手で、青山学院もう一人下村投手もいいんですよ、今常廣投手実は秋のリーグ戦下村投手が1戦目で常廣投手2戦目に回ってるぐらいなんで、下村海斗投手も155、竹内投手も左で153ぐらいまで出てますね、もうやばいなレベルが、すごい、でもこうなってきたら今後もうスピードとかじゃなくてドラフト そのかけるこのなんですか目安が変わってきますね、変わってきますね、150キロ台当たり前、当たり前ですね、それだけではドラフト上位になれないから、なれないです、もう今度はいかにこうどういう球の質とかですよね、そうですね、だからもう今本当にそこが問われると思いますし、細かいところも見てますね、ピッチャーで絶対活躍するためには多分僕変化球だと思うんですよ、あで正直ストレートが良くないとダメなんですけども、うん、プロに入ってもストレート磨かないと軸はストレートなんですけど、うん、多分変化球が上手くないピッチャーは多分一軍で活躍できないと思うんですよ、うん、データ見てると大阪商業大学の上田投手154、アジア大学の草加投手、草加投手ですね、はい、152、小蛇投手、東院横浜153、これって大学生打てるんですか、大学生、もうでも打ててます、リーグ戦だと結構打ちます、東都とか六大学になるとやっぱり、ただやっぱこの高校生が木星持ったら全然打てなかったですね、やっぱりそうですよね、三安打ですね、大学野球あるあるがあるんですけど145はみんな打てるんですよ、レギュラークラスで大体六大の、ただ150オーバーになると途端に打てる選手打てない選手が、そうですね、分かれますね、分かれます、野手を見るときは目安になりますね、なります、なります、スピードです、絶対なります、そこにスライダー持ってるからだったんです、僕らの時代、ただの投手とかみんなスライダー持ってるか、あとは左ピッチャーでチェンジアップ、和田剛投手とか、あとスクリュー石川、うん、投手とかみんなそうなんですよね、その2個あるかどうか、え、大輝さんそんな投手と対戦してたんですか、やばいでもやっぱり研究してるんで大学はリーグ戦だから何回も出るじゃないですか、めちゃくちゃデータ取りますですよね、だからすごい球投げてるなと思って結構打つんですよ、確かにこれ思うのがプロに行ってすぐ投げたらボコスカ行かれるじゃないですか、そういうことありますね、プロのピッチャーのストレートの質がどんだけいいかっていう、すごいですね、そうですね、すごいですよね、一番お伺いしたいのは佐々木麟太郎選手がアメリカの学校に行くんじゃないかとか、
大学ならここ、国内ならここじゃないかと、うん、花巻東は一回アメリカっていうのが流行ってるんですかね。ちょっと待ったっていう球団を待ってるね。そうですね、今まで2回やってますからね。そうですね。でも彼をもしプロで使うとしてみたら、あの守れるポジションが限られてくると思うんですよ、うん、まあサード、はい、ファースト、DH だと思うんですよ。そうですね。でなってくると他のポジションでやるって言ったらプロ野球のレベルやっぱ高いんで、ディフェンスでまず無理だと思うんですよ、まあ、うん、本当に打力があって3割30本以上打つっていう確約があったらレフトでいいと思うんですけど、あと、うん、外国人選手が来た時に40発打つ選手来たらちょっとなかなか厳しいと思うんですよね。さすがだなと思ったのが、やっぱ花巻東すごいなと思ったのが、やっぱ打球速度、スイングスピードをすごい大事にしてるんですよ、うんうん、でまさに大谷君がそれ大事にして、まあ、メジャーから打っていって、うん、180キロ190キロを目指してるんですけど、うん、佐々木麟太郎選手も164キロ、うん、で170キロを目指してるんですよ、うん、でこれって要は技術が後でついてくるんであれば、うん、このスイングスピードを持ってればプロでいけるんじゃないかっていうことを考えてずっとやってきてるんじゃないかなと思うんですけど、それどうですか。いやでもおっしゃる通りだと思います、ね、体型的に肥満じゃないかとか、ちょっとやっぱ動きが大きいんじゃないかとかあるんですけど、こう当たった時に飛ぶ飛距離とか打球の速さが会心の当たりだったとしても、あんな高校生多分いないと思うんですよ。早かったですもんね。もうとんでもない打球の速さですし。そうですか。でもちょっと肥満体型って話あったじゃないですか。あの入団した時の中田翔もバリバリ肥満でした。そうですね。こんなプロに入ったら絶対ここから絞れるってことですか。清宮選手も絞りましたしね。そうですね。別に絞ることが別にいいってわけじゃないと思うんですよ、うん、あの、はい、西武の中村さんとか岡田君とかもそうですし、はい、動ければ問題ないですよね、まあ、怪我とか多いんでちょっと負担がかかりやすいのかなっていうのはありますけどね、うんうん、最近の高校生のデータをドラフトで今回特集する見てると、大体スイングスピードが出てるんですよ、うん、打球速度とか、うん、そうですね、昔ありましたないないよね。アルファベットだけですね。 ABC 数値化されるようになりましたね。もう強豪校はどこも定期的に測ってますからね。それよくこういうところに貼り出してますよ、あの物質のところとかに。こうだけでも目標になりますよね。トップアスリートがこんぐらいってなったら、うん、ここまでいったらよしっていう、こう順もいけるって思えし、うん、頑張れますよ、ね、あと左バッターで有名だったのは真鍋選手、広陵、うん、真鍋選手はどうですか。真鍋選手の方がちょっとなんていうんですかね、ポジションの、幅はあると思うんですよ、うん、足結構ありますし、ファースト守ってました。ファーストですね。ちょっと不器用に見えますけど、ハンドリングとかで、だからあれを鍛えればなんとかなるんじゃないかなと思いますし、ピッチャーやっても142、3は投げるので、うん、外野もありですね。外野もあります。足も遅くはないです、今なり両端的には、ね、言ってたの、佐々木朗希世代はゴールデンエイジになるんじゃないかっていう、うん、だから大学の野手もいいんですよね、うん、そうですね。むしろ高校よりも大学の方が揃ってると、野手に関してはいい勝負かなって気がします。あ、いい勝負ですね、はい、ピッチャーは155とか160近く投げるピッチャーを弾き返してるんですよ、うん、もうその時点でもう OK ですよ。そうですね。目が慣れてると、速いストレートに対応できるっていう準備ができてるんで、うん、そこからはあとプロのキレ、変化球とかにどう対応してくるか、技術の向上だと思うんで。慶応だと広瀬というバッターが、そうですね、今もうちょうど言おうと思ったんですけど、慶応の小学校から上がってきて、はい、うん、でね、慶応小学校から上がってきたことでなかなかプロになれない。ちょっと待ってください、幼稚者から来てるんですか。はい、すごい、すごい、すごいお金持ちなんですね。もうこういう子はプロなんじゃいかん。浦和学院もお金かかるからね。かかるから。でも、小学校から慶応義塾 でプロまで行くっていうのがなかなかないんですよ、ね。珍しいですよね、うん。高校から入ってくる選手が多いですよね。大体、どっちかというと野球選手より、その後の人生を考えて、はい、お医者さんとか、民間企業になる、ね。そう、大社長になるじゃないですか。はい、6大学で18本ホームラン打ってる、ね、そうですね、春の時点で18。あの去年の冬に大学ジャパンの合宿やったんですよ、うん、その時に平成国際大学に藤投手っていうピッチャーが、うん、その時一番速くて155キロ出て、うん、冬なのにで、みんな苦しんでたんですけど、広瀬選手が152、3を完璧に捉えてホームラン打ったんで、しかも、まあ、広瀬の練習場見に行くと逆方向結構飛ぶので、飛びますね。牧選手みたいになってくれないかな。あ、三振とかすごい多いんですよ。あ、変化球がやっぱ最初は苦しむと思うんですけど、ただ飛ばす力はナンバーワンだと。じゃあもう広しますね。はい、もうまっすぐ強い選手大好き、ね、あ、大好き、はい、いやでもまっすぐには強いです、ね、パ・リーグの中でまっすぐ好きなチームってどこなんですか。西武。ああ、西武か。なるほど。僕は西武の方が何となく言いそうな気がしますね。西武はハイボールヒッターなんですよ、縦系の変化めっちゃ弱いんですけど、横系の変化めっちゃ強いんですよ。そういうイメージありますね。もうちょっと浮いたら全部長打みたいな。あ、でもそういうタイプのバッターです、本当に、はい、でもこういう選手が活躍しますよ、これからの野球は多分、うん、そうですか、はい、あと気になるのがジュニアと呼ばれてますけど、渡来。そうですね。あの渡来さんのヤクルトにいらっしゃった渡来ひろゆきさんの息子さん、
エリオスですね。そうですね、高校から行ったので3年目なんで21歳なんですよ。あれ21ですか。で去年あの高卒2年目で都市対抗で4本ももらって MVP。 すごい。高校どこですか。横浜高校です。横浜高校の時からバットコントロールはちょっと天才的だったんですよ。なんなら中学時代からも有名で、テレビの企画でなんかこう打ち抜くやつあるじゃないですか、バットを、あれをパーフェクトやって。何、左バッター。左バッターですよね。はい。あ、21。スカウティングって基本両親のスカウティングするじゃないですか。あ、そう。お父さんは抜群です。あ、性格も性格も挨拶も笑顔も素敵なんです。素晴らしい、はい、大好きです、はい、めちゃくちゃ感じです。役員候補もやってらっしゃったし、ね、だっておはようございますって言った時の店長がおはようってできますから、ね、息子的にファイターズに行くっていうのも嫌じゃないんですか、はい、絶対嫌でした。だって僕最初に言われたんですもん、お前お親父のあれこの家に入ってきたんかって。あ、言われそうですよね。だからこの渡来君も絶対ヤクルトだけ嫌だと思ってると思います。あ、でもそういうレベルじゃないと思います、渡来選手は。あの今成さんがどうってわけじゃないですけど、ちょっともめるよ。カットせずに使ってくださいね。ここはちょっと使ってるんですよ。ちょっと待った今成さんも当然プロもちゃんとすごい高校トップクラス書いてましたから、ちゃんと。ありがとうございます。なるほど。でも本当に高校から社会人の野手って全然上位指名っていないんですよ。福留さんぐらいじゃないですか。そうなんですよ。で福留さんでちょっと別じゃないですか。もう高校で7球団なんで。あれ別格なんで。本当にだからいないんで、1位って調べたんですけど、ほぼいない。ほぼてかいないです。福留さんしかいないです。うん、そんなにいないです。高卒社会人野手っていないです。パッて浮かんでこないです、ね。来ないです。もうピッチャーはね、ピッチャーは山岡投手とか、そうです、ね、あの田島投手とかいるんですけど、はいはい、野手は最近岸田選手がジャイアンツ2位だったんですけど、キャッチャーだったんで、ちょっと特殊なポジションですし、今西川龍馬選手が高卒社会人で活躍してますけど、5位とかだったんで、しかもセカンドも俺ですね、もともと内野手なんですよ。で外野もいける。であのエネオスはもう二遊間が上手い選手がいるんでっていうのもあって今外野なんですけど、内野も多分挑戦できると思います。西田さん的にこの選手実はいいんですよって言います。出てない中でですね。でもこれが本当のスカウティングだと思います。プレッシャーかかってますよ。僕が言われました、これに乗ってない人は探してくるのがスカウティングですから。最近ちょっと見てきたんですけども、富山の独立リーグ、ちょっと BC から分かれて、今ややこしいですけど、オセアンとも分かれて、はいはいはい、今年から日本海リーグってなったんですけど、そうですね、富山と石川しかやってないんですけど、1チームでやってますね。富山に大谷選手っていうピッチャーいるんですよ。名前がいいですね。もうストレートだけだったら一番速いかもしれないです。へえ。この前も西武の3軍とやったんですけど、1イニングだったんで20球投げて19球ストレートだったんですけど、うん、150切った1球だけで、あと全部150台、僕の番では154だったんですけど、球団の人のもうちょっと前で取ってたやつは156で、大谷選手は1回高校から社会人に入ったんですよ。おいくつですか。23歳ですね。まだ若いですね。社会人の JFE 東日本に入ったんですけど、うん、コロナとかで大会も少なくてあんま出れなくて、地元の伏木海陸運送という社会人に移って、そこでもちょっとあんまり出れなくて、今年から富山地元の入ったんですけど、それ今話聞いてて思ったのが、アマチュアスカウトめっちゃ楽しそうですね。はい、親父があんだけやってた意味が分かります。嬉しそうだもんね今日ね。うん、スカウトの話めっちゃ好きなんですよ。でその選手がまた活躍するとめっちゃ嬉しいらしいんですよ。今成さんもそうだったと思うんですけど、うん、自分が取った取らないじゃなくて、やっぱ見てて他の球団行ってもやっぱ自分がいいと思った選手が活躍すると、お前取りたかったんだよ、そうそうそう、それはすごくあると思います。